真実の自分、自分の本質という言葉は簡単なようで難しいと思います。普段自分自身のことをあまり考えたことがありません。真実の自分、自分の本質をどうやって発見すればいいでしょうか。まあ、これがさっき言っている例えばマインドフルネス瞑想なんですね。つまり普通自分が自分と混同しているもの、これを客観視する方法が今ここの何かの出来事、特に自分や体、自分の心や体にその感情を入れずにそれを見つめること。そうするとその対象と自分が分離してきて脱同一化して、真実の自分が心や体じゃない、そしてヨーガ的に言えば真がこそが本当の自分なんだ、まあ仏教心理療法ではメタ認知っていうんですかね、自分を見ている超自分みたいなものが出てくる、それが真実の自分だと、ヨーガが真がという言葉で言っていることだと、ないしは仏教が涅槃悟りの境地と言ってることだっていうふうに分かってくるんですね。だからそういったエクササイズをすることによってね、まあそういったものを経験するっていうか、まあ簡単に言うと思考や感情が静まった、または自分さえも客観的に見た、そういった視点を得るというね。例えば無念無想の座禅の境地になると、思考や感情がないけどある自分、思考や感情が静まったものを認識している意識っていうね、鮮明な神聖な、まあなんていうか、思考が停止しながらも鮮明な神聖な意識があるっていうんですかね、鮮明なこう静止した意識っていうんですかね、鮮明な静止した意識、もう少し言うと神聖な鮮明な静止した意識、神聖なっていうのは漢字としてそうだってことですが、まあとにかく客観的に言えば静止した鮮明な意識、ぼっとしちゃって意識が飛ぶっていうんじゃなくて、鮮明な静止した意識を経験するってことがある。またさっき言ったマインドフルネスの延長上には、その自分をちょっと客観的なところから見た止まった意識、これを経験する人もいます。まあ、そういったエクササイズによる経験によって、徐々に真実の自分とか真我とか無我とか涅槃とかいったようなそのブッダやヨーガ行者の説いた概念をですね、垣間見ていくと少しずつ変わってくるのかなってことですね。あとそれへの大きな手助けがなるのが、まあ認知心理学の発見だと思います。認知心理学ではですね、我々が要するに、我々の中のもう一人の他人、正体不明の正体を表さず、しかし非常に近いところにいて、いろんな感情とか思考とか意思とか欲求とか記憶を持ち出して、それを自分だと思わせているようなもう一人の自分がいるんだっていうことを、これを言ってくるわけです。そういった、まあ、思想見解をたくさん学んでいくと、だんだんその気になっていくっていうのかな、今までなんか騙されてたのかなって思うわけです、自分の思考や感情その他に。そうするとその意識はですね、だんだん思考や感情を冷静客観に見るようになると思うんですね。そういった訓練によっても、つまり価値観が変わったら、皆さん結局錯覚なんです。ガリレオ以降の人間っていうのは、ガリレオ前の人間が空を見上げて、地球が太陽の周りじゃなくて太陽が地球の周りを回ってると錯覚をしてたわけです。でも今の人たちは、今の子供たちは小学生とよく分かんないけど、中学生大学高校生になると、これぐるっと回ってるけど俺たちの方が回ってるんだと、多分知らない人もいるけど知っているちゃんと教育を受けたら、朝日が昇ってくるけど実は地球がこう回ってるんであって太陽の方が動いてるんじゃないってことを多分知っている頭じゃねえ。そういうような形でみんながそういうふうに思うようになれば、みんながそういうふうに感じるようになって錯覚から解放されるんだと思います。最終的には知恵が、知識が自分の錯覚を含めた感覚ですか、それを上回るっていうのかな。普通人間はですね、なかなか知識が知覚を上回れないっていうのかな、なんて言えばいいか、我々の感覚器官っていうのは我々を騙すような部分があるんですが、それをなかなか上回れない部分、これがあるんですよね。まあ例えば簡単に言うと、知識が知覚を上回れないっていうのは、錯覚っていうのは、例えば有名なのはこの矢羽の錯覚っていうのがあるんですが、こうかな、ちょっと失敗したな。でこういうふうに同じ長さのやつをこういうふうに矢の羽をつけてやると、どうしてもこっちが長く感じて、でこっちが短く感じてしまう、これは錯覚があるんですよね。で、
頭でね、いくらですね、これが同じ長さなんだって思って言い聞かせてもですね、目はどうしてもですね、こっちの方が長いと感じてしまう。だから知覚っていうのが知識を上回ってですね、人間の意識に大きな影響を与えるということは、我々は無意識のなした錯覚という過ちに常に騙されているという。もうちょっと言うと、例えば女性がグラマーであって魅力的でいい人だって思うっていうのも、これはある意味では心理学的にと錯覚で、それはなぜかっていうと、その30万年間の人間化の歴史の中で心理学的な見解だと、グラマーな女性イコール女性ホルモンが多い、イコール子供を産んでくれる、だからこの人が魅力的だと考えるべきで、この人と付き合うべきであるという、そういった無意識の脳活動の判断があって、しかしその根拠、これを示さずに、意識に対してはこの人は魅力的だという結論だけアウトプットしてくると。しかし意識の方は、俺は子供を産んでもらう必要はないと。人格的、人格の良い女性と付き合いたいと思ってるが、しかし無意識の方は、その意識の、その価値観を欺いて、原始的な子供を産める、イコール良い女性という、そういった感覚を、理由も過程も示さずに、結論だけこれがいいんだって言って、我々はそれに洗脳されているというか、誘導されているというか。ブッダは感覚は苦であると言いました。感覚は我々に良いものを嫌いにさせ、悪いものを好きにさせる性質があるということですね。我々を欺いて、我々の本当の幸福、ブッダにとっては悟りなんですが、そうでないものを好きにさせ、中毒にさせる経験があると。まあ要するに、美味しいものは舌先には心地よいが、体には食べ過ぎると悪いかもしれない。逆に良薬は口に苦いが、体にはいいかもしれない。しかし人間の感覚は、人間の意識を欺いて、悪いものを好きにさせ、良いものこれを嫌いにさせるところがあるから、みんな苦しんでるんだと。感覚は私の、すぐそばにいる我々を欺く詐欺師であると。その目先の良さの先の将来の苦しみを感じさせることなく、これは良いんだとそばで囁いてですね。でもその無意識の脳活動、これが我々を騙して得る利益は多分ないから、無意識の脳活動自体はですね、古い考え方なんでしょうね。子供を産めるグラマーの女性が女性の唯一の価値である。でも心理学の研究によるとですね、グラマーな女性で魅力的だと人格もいいと思うようになってしまうっていう話。これで正しいかどうか。それで認知心理学、認知科学が進んでくると、ブッダの言ったこと、我々の感覚は我々ではない、我々のいい友でもない、ブッダの方が良い友である、感覚っていうのは原始的な部分、錯覚、いろんな問題があって、信頼すべきではない、皆さんのしがらんだ、おつむの弱い、皆さんを時々騙す、いや騙す悪気はなくて、単純に自分でも誤解錯覚してしまう頼りない友人で、そいつの言うことは半々に聞いとけと。その善悪にあんまり、その言説というか言葉にあんまり振り回されないようにと、そういうような対象なんだっていうことですね。まあそんな風なことを認知心理学で勉強していくと、皆さんが自分だと思っている感覚、知覚、これがブッダが言うように、必ずしも私ではないどころか、私の時々敵に回るかもしれない。少なくともあまりにも頼りなく、おつむが弱いので、ブッダを退けてそいつの言うことが良い良いと言っても、それに従っていると不幸になるし、でそれが悪い悪いと言っても実際には良いものかもしれないし、自分の感覚をそのまま信じちゃならないのかなと。でブッダの教えでは、そういった感覚を含めたそういったものですね、感覚的快楽、これを沈めて、心が沈まると、何が本当に自分のために良いか悪いかという判断が効くようになる。つまり五感を超えた超感覚っていうんですかね、内的感覚っていうんですかね、純粋な感覚っていうんですか、有意識思考で言えば五感が浄化された状態っていうんですね、浄諸察知って言いますか、アモガシっていうの知恵っていうんですが、そういったものが生まれてくると。今の我々の感覚は我々を欺くが、修行して、感覚器官やそれにまつわる意識を浄化した後には、本当に自分の幸福、これを与えるもの、これをきれいに見ることができ、美味しいと思うようになりみたいな、まあその人の心がきれいだと、その人が作ったご飯は、よく感じられるとか、その人の心がきれいだと、その霊的視覚としていい光が見えるとか、オーラ見えるとか言うじゃないですか。それあんまりハマると、その本当にそれが見えない人のことを信じることになりますけど、そういった感覚が浄化された後の純粋な感覚っていうんですか、まあそういったものを解くとかあるんですよね。まあそういったことがですね、認知心理学とか勉強していくと、ブッダの教えと噛み合って、だん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 こう分かってくるかもしれません。そうすると、いかに我々は間違った価値観、世界観、
人間観、自分観で生きてきたのかなというのが分かるかもしれない。ブッダが2500年前に、登場したのは、それは偉大な心理学者で、2500年後の認知心理学のその発見を先取りした。一体どうやってできたか、そう、それが彼の説いた禅定瞑想だったと。彼は禅定瞑想した結果によって、今認知心理学者が到達している高度な見解、それを先取りすることができたんだってですね。認知心理学者は実験をするわけです。いろんな人を実験してね。しかしブッダの方は瞑想によって自分の意識や知覚、そういったものの真実、これをあの探り当てたんでしょうね。まあ、瞑想をですね、7日間の瞑想を7回やって、49日間の瞑想菩提樹の下でやって、三味を六通を得て、真実を発見して悟った。自分は目覚めたと。お前たちまだ目覚めてないんだと。自分のこと自体も分かってない、そういった教えを解き始めたっていうんですが、2500年前のゴータマシッダッタを法名とする偉大な心理学者という仏教の解釈ということになります。